何をする作業っつったらいいんだね。P ラインをつなぐ、 P ラインとリーダーを結ぶ作業と、うん、リーダーとスナップを結ぶ作業。ああ、ちょっと待ってよ。どうもこんにちは、以前の動画に引き続きですね、今回はまた釣り具、PE ラインとリーダーをつなぐ、うん、この P ラインっていうのもね、多分あの初めて見る方っていうのは分かんないと思います。でリーダーっていうのも分かんない。でリーダーと何をつなぐんだっけ。リーダーとスナップをつなぐ。リーダーとスナップ、スナップっていうのもね多分分かんないと思います。僕も分かんないです。なので今日はちょっとね、あの初心者向けにということで、すごく細かくね解説しながらあのやっていきたいなと思いますので、今日もまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっとおさらいしようか。それがなんだっけ。これがリーダー、リーダーという、ルアーの方につく糸っていうか、つまりあの普通の投げ竿とかで最初からついとる糸って思ったらいい。ああ、簡単に言えばそんな感じのええやつってことよね。ええやつっていうか、あ、まあまあええやつだと思う。専用のものというか、うんうん、専用のもの。これはねずれに強い。これだけ綺麗なやつよね。これ引っ張ったらでも伸びる。あ、引っ張ったら伸びる。伸びる。あ、なるほどなるほど。でもこのこういう擦れれには強い。あの要は岩底とかで、岩とかにこうやってやっても、まあ切れるけど、ずっとやったら、なるほどなるほど、ずっとやったら切れるけど、こうやってずっと擦れたら切れるけど、うんうん、PE ラインっていうのはもう切れ、擦ったら一瞬で切れる。なるほど。それを防ぐためにこれを結んで。ちなみに、これちょっと素材は書いてないけど、やっぱりあのポリエステルみたいな、これはフロロカーボンっていう素材。あ、カーボンなんだ、うん、がこれね、うん、これがじゃあそのこれフロロカーボンってことで。あ、なるほど、うん、フロロカーボン、ここにフロロカーボンって書いてあるんですけど、これが、この2号っていうのは、まあ、ちょうどいい感じの太さ、糸の 太さで、うん、それもちょっと専門的にはなるんだけど、うん、昨日、巻いたラインは 0.6号、うん、0.6 号、はい、0.6 号に対しての、うん、その結束強度っていうのもあって、細かく言えば、うん、でもまあ2号から 2.5 号もしくは3号ぐらいがベスト。なんかこう計算式みたいなのがあって、うん、そうそう、まあ、これがいいだろうと、ね、闇雲に太くしたらいいっていうわけでもない。どうしても素人だとこれ太いものにして、あの重たいでかいものを釣ろうとかってなってしまうけど、そうではない。そうではない、そうではない、うん、決して。なるほど、うん、まあ、とりあえずこれは2号ってことね。2号で、これがリーダー。リーダー、え、まずは、リールから来とる糸と、はい、この、フロロをつながんにゃいけんけ、結ばんといけんけ、まず結んでいく作業にはなるんだけど、はいはい、これが、買ってね、まだうちの奥さんにも見せてないリールです。俺が開けていいんかな。大丈夫、はい、キャー、これが来月請求行くのかな。おお、これほんまにあれだね、なんか色がちょっとあのカラフルなやつっていうか、うん、これでもう負ける、うん、普通に負ける状態なんだけど、うんうん、これ P ラインっていう特殊な、うんうん、特殊なっていうか、まあこれが今主流なんだけど、うん、でこの2つを組み合わせて釣りをしようっていうことなんだけど、うん、なるほど、結び方っていうのもいろいろあって、うん、多分釣りをずっとやり続けたら、うん、一生やっていく結び方だと思うんだけど、うん、まず糸をどうかな、まあ、これぐらい出すよね。何センチぐらい、30センチぐらい。30センチぐらいで、この状態でこう持つよね、うん、2つ同時に持つよね、こうやって2つに折るって言ったらいいかな。折るって言ったらいいかな、うんうん、折って小指と薬指に巻きつけます、うん、はい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 、2回ぐらい、うん、でこう広げます。巻きつけた状態で輪っかじゃんこれ、うんうん、これを広げます、こうやって、はいはいはい、広げるよね、うん、で、あとはリーダーがあるよね、うん、下から上に通します、うん、1回、うん、通したよね、うん、通したらクロスしてあげる、こうやって、うん、で、今度はクロスしたところを下から上に入れる、うん、で、もう1回クロスする、うん、こういうこと。ほうほうほう、ちょっとごめん、加えるよ、うん、同じようにこれを1回、2回、うん、これも1回、2回、うん、これを13回から5回ぐらい。なるほど、簡単。クロスして入れる、クロスして出す、これをこう、分かるよね、うん、こんな感じでどん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 編んでいく、
こうやって、まあ簡単に言ったら、まあ、まあできましたと、これで、うん、できたらこんな感じで編み込まれてるよね。編んであるね。編んであるよね、うん、結束したところを爪で押さえて、うん、爪で押さえとくよね、うん、で歯で噛んで、うん、ギューッと引っ張るよ、こうやってウィーって、うん、引っ張ったらほらこの状態になる。あー、なるほど、そこが結束固まるわけじゃん。編み込んでいたよね今、うん、でこれは左手も引っ張ってるし、うん、右手も引っ張ってるし、口でも引っ張ってるし、こうやって3点で引っ張ってる。3点で引っ張ってる。なるほど。で締め込んだよね、うん、この結束したところを下のところをね押さえて、こっちを小指を解きます、うん、全部手を解きます。解きます。で口も離します、うん、離したらさっき折り返したの覚えてるかな。あ、折り返した折り返した折り返したよね。折り返した方はこっちね、うん、これはリールにそのまま今つながってる状態、つながってるよね、ほら、うん、でこのフロロだけ、フロロとリーダーから、リールから来てる方を持ちます。こうやって本線、うん、本線って言うんだけどこれ、うん、本線と糸を持ちます、うん、でこうやって2回ぐらい押さえとくよね、巻いて固定するって言ったらいいかな、うん、で今のは編み込んだだけない、止めてないよね全く、うん、だけど止めるんだけど、これは止め方は簡単で輪っかを作ります、うん、でこっから下から上にこうしたらギューって締まるよね、こうやって、うんうん、一回閉めたよね、うん、で一回閉めたら面倒くさいんだけど、うん、このリールから来てる糸とこっちの糸を、うん、フロロをギューって引っ張りますよ、こうやって、うん、引っ張ったよね、うん、でこっからどん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 締め込んでいく。今一回締めたよね、うん、で次は逆から締めます2回、うん、次はこっから締めます、また同じように、うん、左から行ったよね。で次は今度は逆か右側よね、うん、右からこう締めたよね、うん、でまた左から締めます、締めます、で今度はまた左から行ったっけ、右から締めます、うん、これを繰り返していくよね、うん、だいたいね8回ぐらい繰り返すよね、うん、8回締めたってことにしとこうか、うん、締めたよね、うん、で締めたんだけど次にね、これ大事なんだけど、うん、ま、もう一回ね同じ輪っかを作ります、うん、で今まではこうやってギューって締めよったよね、引っ張って、うんうん、でもね最後はもう一回通します、うんうん、最後だけ2回通します、うん、でこうやってギューって引っ張るよ。今度はこのフロロがあるよね、リーダー、うんうん、リーダーを切ってしまう、ここで、うん、根元で切りました、うん、リールから来とる P ラインと、うん、フロロカーボンがつながっとる状態、今完璧に、うん、でもさっき折り返したあれは、うん、輪っかは残ってる状態、うん、こっち側にね残ってるよね、うん、今度はこの P ラインだけで締め込んでいく。さっきはリーダーをと一緒に締め込むやったじゃん、うん、リーダーをこうまっすぐして重ねて締め込むやったじゃん、うん、今度は P ラインだけでまた同じように1回2回、うん、これも左右でってことか、左右でやったよね、うん、でまた同じ1回、うん、これこっちは4回ぐらいでいい、うん、4回ぐらい締めました、締めたよね、うん、でやっぱりここで終わりっていう時にはやっぱり2回通したいよね、うん、最後に、うん、1回、うん、風があるけどね、で2回通して、うん、ギューって締めるじゃん、うん、これでも完璧に止まった、うん、でこうなったら、うん、余ってるね、こっち、うん、リール側じゃない方の糸がね、リール側じゃない糸を切るじゃん、うん、わざと長めに切ってるんだけど、うん、これでピョンってなってるじゃん、この、わかる、うん、なっとるなってるよね、うん、これをライターで焼くんよね、うん、溶けます、溶けたよね、こうやって、うん、わかる、で、これが、なんつうんだろう、外れにくくなる、あー、そこで固まっとるのもね、固まっとるけ、うん、これが FG ノットっていう、これが FG ノットっていう結び方、うん、なるほど、なかなか複雑だったな、分からんけど、もう一回やろうか、見えづらいかもしれんけど、あーでもね、見える、これぐらいになる、この結び方だったら言ったらそんなに太くなってないよね、なってない、でこの結び方がいいってことだね、そうそう、あと強度が高い、このグーって引っ張る、あ、なるほどね、強度がある、まあ、あんだけ結んだらね、編み込んどる、ああそうね、完璧に編み込んでる系、うん、こんな感じよね、
なるほど、なるほど。あのひねってどんどんこうやって編み込んでいくだけ、こうやって、うん、単純に、うん、覚えたらね、すげえ簡単。なるほど。で、取るじゃん、うん、でこれ人それぞれだと思うんだけど、今度ね、これ繋がっとるじゃん、リーダーが、まだ繋がっとる、こっちね、ね、うん、で、ひとひろっていう長さの目安があって、ひとひろ、ひとひろっていうの目安があって、ほうほうほう、こうやってね、広げるじゃん、自分のこれ、肩を。ああ、はいはいはい。これがひとひろ、ひとひろ、はい、ひとひろを目安にやっていけばいい。で、ここをカットして、ここカットして使うんだけど、なるほど。今からスナップやるけ、ちょっと長めにカットするね、うんうん、これね、バン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 切っていくんよ、うんうん、釣りしようったら、うん、例えば岩が こすれて傷がつきました、うんうん、だったら傷がついた上でバチッて切ります、うんうん、また結んで新たに傷がないとこ感じで、だん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 ね、短くなっていく、釣りをすればするほど、なるほどね、こうやって、はあはあはあ、この状態でルアーをね、こうやってつけて糸を通して結ぶのもできるわけよ、こうやって、うんうん、これもいいんだけど、うん、じゃあルアー交換したいなとかっていう時、めんどくさいじゃん、また切らんねやけんし、切らんねやけんね、うん、だけどそれを防ぐためにスナップっていうのがあるよね、うん、自分も投げ釣りで経験あると思うけど、うん、ほら、こうやってフックになっとって、こうやって、ちょっと待ってよ、フックになっとって、ああ、はいはいはい、はい、うん、わかるわかる、これをつけましょうっていう、ははははは、これだったらルアー交換がこれで済む、ワンタッチで。なるほどね、いちいち切らんでも、うん、でその結び方なんだけど、うん、まあ、これ何でもいいと思うんだけど別に、うん、俺がやりよるのは通すよね、これ、うん、通して、でまた例のごとく折り返すね、これ2つ持ちます、うん、持つよね、うん、でこっちから1回2回3回、うん、4回5回、うん、6回、7回、8回は通すじゃん、うん、だったらこの輪っかができとるよね、折り返しとるけ、うん、輪っか見える、うん、この輪っかにこれをその先っちょを入れるじゃん、こうやって、うん、入れてここ引っ張るよ、うん、ギューって引っ張るよね、うん、で結べてないじゃんと思うじゃん、うん、でもこれをグーって引っ張っていくよ、うん、引っ張っていくよ、グーって引っ張っていったら、ほら見ていて、ほら、お、ほんまや、これ何結びっていうのか分からんのだけど、ほうほうほう、これが1個、これで一応ね、切れたことはない、なるほど、でもう一回いくよ、うん、次は違うやついくよ、通すじゃん、うん、通すよね、うん、通してある程度の長さを取るね、うん、わざと、うん、で下から上にやるじゃん、うん、輪っかできたね、うん、輪っかできたの、うん、もう一回下からこうやって輪っかを2個作るよね、うん、2個作ったろ、うん、だったらこれを下から上に入れるんや、こう、うん、下から上に入れてこれを引っ張るよね、うん、引っ張るよね、うん、であとはこっちのリーダーを持ってギューッと持ったらほら締め込んでる、ああなるほど、こういうやり方もある、でもう一回最初のやつ、俺がずっとしようやつはこうします、うん、ちょっと長めに取ります、うん、でこれで持つよね、ここで、うん、ここで持ってこの状態で、この状態で下から1回、うん、2回3回、これ持ったままね、ここは、うん、4回5回6回7回でこれを通します、この状態で、うん、ここにある輪っかがあるんだけど、うん、輪っかの中から通して引っ張るじゃん、うん、通してるよね、うん、ギューって引っ張って、あとはこっちの本線を持ってグーって引っ張っていけば、ほらギューって、なるほど、すごいシンプルで、ここに昨日買ったメタル丸とかを、うん、まあ、さっきのルアーでもいいんだけど、こんなルアーがあるよね、うん、こんなルアーがあったらここからこうやって入れて、ほら入れたよね、なるほど、入れてここでカチッてするだけでもう大丈夫、ああなるほどね、困ってしまう、はははで、あの、あまりおすすめはせんのんだけど、うん、ここに天秤のあるじゃん、つけるところ、うん、あれをつけても大丈夫、ああなるほど、できるだけ楽しようぜっていう交換とかはね、 だけどそのこの傷だけは絶対毎回こうやってスーッてやってチェックしたら、うん、
なんかザラザラしとんなってなったらまたそこで切って、なるほど、また結び替えてでやっていくもんなんっていう感じ。なるほど。P ラインとリーダーを結ぶやり方と、今度はリーダーとスナップだったっけ。スナップスナップを結ぶやり方ってことね、うん、なるほど。でもこの結び方はルアーに直接でもいいし、うん、天秤につけてもいいし、ただまあそのルアーやる人に関して言えば、まあ、あの前回の動画で話したようにルアーって変えていくわけじゃん、きっと変えていく。でいちいちそんなのやっとったらめんどくさいよね。そう、でもこれをやることによって結構横着になるっていうか、その例えば糸のチェックをせんかったりとか、はいはいはい、そういうことがないようにせんねやけん。で毎回毎回毎頭毎頭なんか糸いらゆるみんな、あなんか古くなってないかとかね、傷がついてないかなとか。あまあそうよね、下手したらその一頭で1000円のルアーとかなくなるわけだもんね。もあるし、うん、その一頭で、うん、もしかしたら二度と出会えへんサイズの魚が釣れるかもしれない。ああ、なるほどね。だけどもう絶対逃さんためにこうやって毎回チェックはして、あそかそか傷が入ってないように。なるほど。っていう感じ。へえ。でこれ切るよ、うん、で要はこれは竿の、うん、丸いガイドっていうのがついてるよね、糸を通すところ。あそこを通した後につけるもんだよね。これだったらガイドは通らんのよ。なるほどなるほど。でこれは切ってしまうんだけど、うん、でこの状態で通せる。 OK。 これもまだ一回も開けてない。これ大丈夫なのか、俺が開けて大丈夫大丈夫、俺ガサスよ。ガツって言ってもええ？大丈夫大丈夫、あのね、そういうのはね気にせんタイプで。あ、ほんま。2つに分かれとんだったよね、確か。2つに分かれとる。これが穂先よね、うん、穂先、はい、これが穂先が入ってるよね、うん、すげえガサスないよこれも。これね、まあでも確かに2000円3000円の竿とはやっぱ違うね、この触った感じが。違う、全然違うわ。で今度はあの持つ方よね、うん、いわゆる、はいはいはい。でこれで2つあるよね、竿が。はい、竿があったらこれリールをつけるんだけど、うん、こうやってね回転してつけていくんだよね。これはまあどれの竿でも一緒なんだけど、この辺はあれか、まあそのさっき言ったように安い竿でも同じ同じで、これをセットしてもらって、はい、でこれ回すだけ、ただ単に回して止まるんよね、はい、これ止まりました、うん、だったらこの糸があるじゃん、うん、糸を入れていけばいいだけ、うん、順番通りに、つまりリールに近い方から順番にこれ1回入れるよね、こうやって、うん、これ1回入れるよね、こうやって、はいはいはい、1回入れました。あ、そこは1個しか入らんのじゃ。そう、1個しかない、ここは。あ、そうなんだ、うん、これ通します、通すよね、うん、これもしかしてそこって回らん感じなん。回らんよ。あ、回らんようになったんだ。固定されてる。あ、今まで使ったら絶対そこ回るよったけ。あ、そうそうそう、ま、回るやつもあるよね、うん、あのものによってはね、大体あのそれで絡まるよね。そう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 。で、うん、ここでさっきの結び方で、うん、ほらもうこれ先っちょ先端、うん、竿のだったらここでスナップをまた同じように作るよね、うん、持ちます、うん、持ったよね、うん、で下から1回2回3回4回5回6回7回8回ぐらいやります、うん、で持ったところに輪っかがあるけ、うん、あるよねこれ、うん、輪っかを下から上に通します、で引っ張ります、はい、あるよね。まあ、これ別に雑でいいと思う、すげえ、うん、で最後の締め込みだけ本当はこう濡らすんだけど、うん、こうやってギューってやっていけばほら、なるほど、はいはいはい、で余った糸をギリギリで切ります。でこの状態でほらもういつでも釣りに行ける、これ完成。ほうほうほう。で本当はベルトがあるんだけど、うん、ここにベルトをやって、あー、なんかやっとる人おるね、うん、あれで止める感じ。あ、それはついてないんじゃん。ねこれは別売り。俺の竿はついてる。あ、そうなんだ、うん、そうやって釣り具屋行ったら売るよね、多分1000円ぐらいで売るよね。 あれ忘れたんよ、昨日。ははははで、ここにベルトをここに辺にかまして、うん、穂先にもかまして、うん、で、この状態で保管。なるほど。なんならだけ、100均とかのマジックテープとかでもいいんだろ。あ、なんでもええと思う、うん、うん、なんでもええと思う
でプレゼントがあって、うん、なんとか堤防日誌、なんか放課後堤防日誌で雇ったワームっていう、ああそう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 、こんなやつこんなやつこんなやつを、うん、これ全部あげる。あマジで。で昨日言おったのが、うん、多分このこと言おったと思うんだけど、これ目ん玉みたいになっとって、あそう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 、そんなんでくっつけよった。これはジグヘッドっていうものね、うん、でもこれってこのタイプって、うん、すげえつけるの難しいんよ、うんうん、ごめんよひっくり返すよ、うん、例えばこうやってほらワームで、うん、ワームがあるよね、うん、こうやって刺していってこうやって刺していって、うん、刺していくじゃん、うん、刺していって抜くところが俺どっかわからんのよ正直。どこまで刺していってやったらええんかわからんのよ。でも俺これ使わんのよ全く、わからんけやり方が。一個すげえ便利なものがあって、どこのメーカーか忘れたんだけど、こういうのがあるよね。針とまっすぐの棒みたいなのがあるんだけど、あーはいはいはい、わかる。これはすごい楽で、さっきは針にワームを刺していったよね、うん、でもこれは違うんよね。これはワームのセンターのところがあるよ、このセンターのところ、うん、ここに対してブスって刺していけばいいだけ。これで終わり。あ、そう、それ抜けたりせんの。これせんのよ。へえ、不思議だね。これで終わり。これで釣れる。あ、そう、釣ったことある。あるある、何回もある。アジとか、アジとかメバルとか、別に何でもいいんだけど、この何の種類でもいいんだけど、これをただまっすぐ刺せばいいだけ。こうやってブーって、うん、簡単だろこれ。ブーって刺したらいいだけ。これで。ああなるほどね。でもこの針をさっき直接通そうとしたじゃん、うん、その時にワームってこの形じゃないと泳いでくれんのよ。こうやってピロ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 って。ああなるほど。でもちょっとでもその刺すとこが悪かったりしたら、うん、ちゃんと泳いでくれんのよね。はあはあ、で俺はそれは無理だったんよね。何回やっても難しくて、ね、だったらこのまっすぐ刺せばいいじゃんっていう、うん、こういうのもいい、便利。あこれもちょっと試してみよう。またこれでは夜釣りがいい。夜釣りがでアジ、メバル、カサゴ、これを全部あげる。あありがとうありがとう。多分ね最初のうちはね一人で行くことないと思うよ、うん、まずまあ言うて多分教えてもらわんと分からんかなと思って、うん、これはラインを切るやつね。ああはいはい、ハサミもつけとくね、うん、あとはまだ教えるけど、これがワンセット、うん、でもうワンセット、これもちょっとワームの残骸とか、まあちょっと固まっとるんだけど、うん、残骸とかほらこの状態で縫っとるんだけど、これもすげえ俺苦労して、うん、あのやったんよ、うん、これ下手だよこれが、うん、でこの針を抜く位置がちょっとでもずれとったらもう泳いでくれん。だから食べ、あの食わんのよね。ほうほうほう。これもつけとく。これをあげる。で一個強烈なのがあって、うん、アジとかメバルのワームなんだけど、うん、ガルプっていうメーカーがあるんだけど、うん、これね匂いがつくよねワームに、うんうんうん、で液状になっとって、うん、匂いでそのなんか釣るみたいな。ああなるほど。これもつけとく。あありがとう。これちゃんと閉めた感じ大変な音になるけ、はいはい、でなんかあったら小物ケース、小物ケースよかったらこれもあげる。これ一式ね、とりあえずワームで何か釣ったりはできると思う、はいはい、このワームを使うにあたって 1g とか 1.5g とかなんよね、うん、だけその投げすげえ投げづらいと思うんよ、うん、軽すぎて軽すぎて、だけキャロっていうのがある、うん、ワームがここに来るよね例えば、うん、ワームをつけるとするじゃん、うん、この辺にね重りをつけるんよ。 7g とか 8g とか重りをつけて円筒して釣る。ああなるほど。でアクションがあるじゃん、うん、ただゆっくりゆっくり巻いていってもいいし、うん、上に上げて下げていく、うん、上に上げて下げていくだけでもいいし、いろいろその日のパターンがあるけ、うん、なるほど。それはなんかいろいろ試してもらってやったらいいんかなと思う。なるほど。もし行ければこの次ぐらいで実際のあれをやってみたいね。そうやね、投げてみて、うん、うん、いろんな釣りができるかもしれんよこれで。 OK ありがとう、うん、また教えてもらいに行きます。